皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間がやってまいりました。本日の講師は楽天証券 FXD リングの荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います。現在、ドル円は131円の67銭。今日の高値131円の88ですね。 安値は131円の、えー、37ですので、一旦下がって、えー、今ちょうど真ん中のレベルにいるというところですね。ユーロドルは1.0733。ユーロ円は141円の32銭。5ドル円は91円の33。このようなレベルで現在東京マーケットで取引が行われています。さて、先週のマーケットライブから今日までで、えー、ドル円、 大きく動きました。ということで、チャートを見ながら1週間の動きを振り返ってみたいと思います。これはですね、ちょうど1週間前のチャートです。この大きなブレというのが日銀のですね、YCC 政策、これは変更しませんよということで、期待とその後の失望感から上下に 動いて、この緑色の線で表示されている、このレンジがずっと続いていたと。ということで、先週の金曜日、ちょうど、えー、1週間前にですね、このチャートを確認したところ、これちょうど先週の金曜日ですね、えー、この200日線、これは個人的に注目しているんですけれども、この200時間線の上か下かということで、これが下に切れましたと。で、さらにこの 大きなレンジの真ん中129円の6丸このレベルも下にドル円抜けました。ということで、条件的には今週は円高に来るというふうに考えて、そういうふうにお伝えしたわけなんですね。で、まあ、ここですね。こうで二百200時間線を入れました。50%。 平均ポイントも下に抜けました。さあ、どうなるかということなんですが、それで今週のマーケット、下に行く、円高に行くかと思ったらですね、なんと、あっという間に円安です。ドル高になりました。で、このチャートポイントもですね、一回抜けた200時間線も抜けたのかなと、下に抜けたのかなと思ったんですけれども、あっという間に今度は上に抜けたと。 ということになりますもちろん132円の90までドル高円安になりましたから、この中間点の129円の60からだいぶ離れてしまったということになります。で、その後はですね、ちょっと横ばい状態、週の後半からは続いてはいるんですが、まあそういう意味では134円というような円安のところに行かずにですね、一旦戻った形にはなっていますが、この200時間線を見ると、 まあここは触れる前ですね。ここのところでも、1回触れたタッチしたんですけれども、そこのところでリバウンドしてきていますと。で、むしろこの129円の60というですね、50%というよりは、この日銀の時の YCC の時の131円の50、これは上限だったんですけれども、この上限を今、何度かトライしているというところですね。1回上がって、 下がった後にですに、ね、ここのところで抑えられているというふうに言っ,たのか言った方がいいのかもしれないんですけれども、まあ、上限のところに張り付いているということです。で、まあ、なぜこの下の方にですに、ね、先週の金曜日の東京時間のこのチャートの動きとすると、円高、ドル安に行くというようなです、ね、形が見えていたんですけれども、なぜこんなに急に大きく反転したのかというと、 それは、先週の雇用統計が理由でした。先週の雇用統計ですね、この予想は18.5万人だったんですが、蓋を開けてみると、ですね、51.7万人も雇用が増えていたと。で失業率は3.6%の予想が3.4%と。3.4%というのは、ですね、これはほぼほぼ完全雇用に近い。 アメリカのです、ね、過去50年間で一番低い失業率なんですね。で、平均労働賃金も、まあ、そんなに下がっていないと,ということで、まあ、雇用統計がある程度悪いんじゃないかという予想のもとに、さらに円高が進むという考えだったんですけれども、それがまあ大きく外れたということになります。 それが理由で、えー、先ほどのチャートで見たようにですね、マーケットは、まあ、この雇用統計を見て、やっぱりもうアメリカ、まあ、そろそろ景気後退とは言わないけれども、景気減速に入ってきてると。だから、少しドルを売ろうかなというところが、逆に慌てて買い戻したというのが、先週から今週の初めにかけてのドルの 大ききな巻き戻しの理由です、すチャートを見てみたいと思うんですけども、さっき言ったようにですね、この雇用統計のチャートなんですけれども、この紫の折れ線グラフ、これが失業率ですね。失業率はもうずっとこう下がってきてるわけですね。一時、まあ、6%ぐらいあったのが、下がってきて、リバウンドもなくですね、今もう下のレベル、50年ぶりのですね低さのところにへばりついてると。で、一方で、雇用者は、 下がっているのかなと、もっと下がるのかなと思ったら、ぐーんと巻き戻して、大きく増えていると。で、こちら側、これは平均労働賃金の推移なんですけれども、これは予想よりも労働賃金は上がったんですけれども、トレンドで見ると、こちらの方はまあ下がってはいるんですね、労働賃金は。まあ、いずれにしても、このマーケットの反応っていうのはこ、こんなに雇用が増えていると。つまり、 アメリカが利上げしていると、FRB が利上げしているにもかかわらず、雇用増えていると。雇用増えるということは、労働市場が過熱すると。であれば、インフレが収まるのはまだしばらく先になる。ということは、FRB はこれからまたしばらく利上げを続けるだろう。そういう考えで、金利差拡大、そういうイメージからまたドルが買い戻された。 ということになるわけですね。ただ、あのまあ、これがマーケットの、えー、リアクションで、マーケットの動きというのはですね、尊重しなくてはいけないんですけれども、見方を変えると、これですね、雇用は増えていると。アメリカが利上げを、まあ、FRB、中央銀行が利上げをしているのに、雇用が増えていると。これは、アメリカの企業は非常に力強いと。アメリカの経済は 力強いんじゃないかと、まあ、噂というか、ですね予想でアメリカは今年リセッションに入ると、景気後退に入るというふうに言われてきてるんですが、この雇用の採用の強さを見れば、まあ、その可能性はちょっと後退してるんじゃないかというふうにも言えるわけですね。で、一方で、労働賃金は下がっていると。 雇用が増えて労働賃金が下がっているということは、アメリカの経済は良くて、しかも労働賃金が下がっているということは、そんなにインフレがですね、急上昇する可能性もないと。これはすごくいいことじゃないかということになると、今度はリスクオンで、この見方を別の考えで言えば、リスクオンのドル売りという可能性にもなるわけですね。ですから、これから、まあ、 次の経済データを見ながら判断していくということになります。つまり、今週のドル高、これはもう決まり、今年のトレンドだというのはまだ早いと。これからもう少し、えー、次のデータを見ていかなきゃいけないということになります。じゃあ次何かデータあるのと。イベントあるのというとですね、来週も 結構忙しくてですね、まあ、ドルとは関係ないんですけれども、この日銀総裁の人事、黒田総裁の次、誰になるかというのが、まあ、これは、えー、大きな注目ポイントになります、まあ。日銀総裁が誰になるかということによって、日本の金融政策、 こう引き締めが、えー、すぐに始まるのか、それともしばらく量的勘を続けるのかということがある程度見えてきますので、そうすると日米の金利差というような理由から、この日銀総裁の人事で円安、あるいは円高に動く可能性はある、まあ、どちらかに大きく動くというふうにマーケットは見ています。マーケット、今の予想ではです、ね、少なくともこの日銀総裁の人事、 発表というかですね、えー、国会にですね、持っていくんですけれども、それで、おそらくその内容によってですね、まあ、1円以上はですね、えー、瞬間的に動くっていうようなマーケットはでに折り込みに入っていますので、まあ、それがサプライズということであれば、もっと大きく動く可能性があります。で、もう一つ、特に注目なのはですね、この1月のアメリカの CPI、消費者物価指数ですね。この消費者物価指数、これがもし、 予想よりも弱ければ、これは今週の動きの逆パターンになる可能性があります。今週の動きは何かというと、アメリカは、えー、雇用が強いんで、しばらく利上げ続けるでしょうということだったんですが、逆に来週の1月の CPI が低ければ、いや、やっぱりそんなことない。アメリカは3月には 利上げやめるかもしれないっていうような見方が強くなってくると、今週のリバースが起きる可能性がありますで。特にこの日銀総裁の人事と、これも2月14日、同じ日にですね、判明するというようなこともありますので、来週の火曜日、2月14日は、マーケット、非常に動く可能性があります。それで、今、マーケットはですね、 強い方向感がないので、その分、どちらサイドにも動く可能性がありますので、注意したいと思います。ということで、今週は以上です。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週よろしくお願いします。さようなら。